こんにちは。かなる在住の山達です。ほらね、危惧した事件発生、トランプ裁判昇進自殺ということで話をしていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、今日なんですけれども大きく分けて2つの話題取り上げていきたいと思います。まず1つ目が4月今日19日ですが、トランプ大統領の裁判4日目を迎えています。で、えっ、ー、と、裁判の中じゃなくて、外でとんでもない事件が起きていました。えー、裁判所内にトランプ大統領がいる中、テレビの生中継もすぐそばでやっている中で、 昇進自殺が発生したんですね。で、もうすでにマックス・アザレロっていう人物だっていうことが特定されているんですが、多分ね、日本のメディアはこういう事件がありましたとは報じても、どういうバックグラウンドの人かっていうのは多分報じないと思うので、えっ、ー、と、まあ、どういうことか、今ま、今のところ分かってる範囲内でちょっと皆さんに紹介していこうと思います。えっ、ー、と、まずこのアザレロっていう人物の、えー、SNS のプロフィール画像を見ると、 えっと、ビル・クリントン、元大統領と一緒に写真を撮っております。ということで、まあ、そっち系かって思われると思いますが、ただメディアはですね、この事件が起きた直後、トランプサポーターなんじゃないかって疑ってたんですね。ただまあ、あの、状況的にもトランプサポーターじゃ絶対ないですし、かといってバイデンサポーターでもなさそうだと。 なんか手に持ってたっていうか、それまで持ってた、これ何でしょう、なんか紙みたいなやつの中に、トランプとバイデンは似たようなもんだ、みたいなね、そういうようなことを書かれてるのが残されているんですね。で、彼の、あの、サブスタック、僕もやってますが、あの、ブログとメルマガを足し合わせたようなやつですね。あ、ちなみに昨日、ね、サブスタック更新したから皆さん読んでくださいね、っていう、まあ、宣伝は以上にしといて、サブスタック彼もやってるんですよ。で、その投稿を見てみたらですね、あの、なんか仮想通貨と、 銀行と、あと、なんか権力者の人たちが結託して、巨大なポンジスキームをやっててどうのこうのみたいな、そういう、あの、調査報道をしています。んまあ、なんか色々ね、気になるところ出てくる人いると思いますが、 とりあえず僕言ってる内容がよくわかんなかったので、ちょっとざっくりこういうことだよとしか言いませんが、えっ、ー、と、ま、なんかそういうようなことを書いているんですね。で、えー、とあとネットの投稿、レジットみたいなね、投稿を見てみると、まあ、どう考えても極左共産主義者だなと。なんか彼が言うには残されてる道は、えっ、ー、と、左翼の連,連中をまとめ上げて、で、革命を起こすことだみたいなことを言ってますし、あとインスタグラムに投稿した動画では、 革命始めるぞ革命始めるぞ俺たち失うものは何もないんだ革命始めるぞみたいなのを歌ってる動画が公開されていますので、まあ、完全にそっち側っていうことですね。はい。ただですね、その、その、ね、焼いた場所がですね、トランプ、その、裁判所の前にトランプサポーター用の場所に柵で確保されたスペースがあるんですね。 で、そこにいた人たちにサッシを手渡してたんですよ。で、最後はそれをばらまいてたんですが、あのー、まあ、その手渡してたところと、あとはそのいた場所からトランプサポーター用の場所だからっていうことで、メディアはトランプサポーターだーって大騒ぎしていたんですが、まあ、あのー、言ってることやってることを書いてきたことどう考えてもありえないので、えっ、ー、と、むしろあのね、バーニー・サンダースっていうね、あの、民主党の今日、あのー、社会主義者って言われてる人がいますが、彼の、 服着たところが映されている画像も出てきているので、多分、あの、バーニー・サンダース支持者っていうのが多分一番正しい言い方なのかなって思います。という人物なんですが、えー、っと、今ね、その人物特定にかなり注目集まってですね。も,うもちろん僕自身もすごく興味があったので、どういう人なのかって知りたかったんですが、ただ重要なのって別のところにあるんじゃないかって今言われてるんですね。というのが、 あの、トランプ大統領がいる建物の目の前で、あそこまでの左まになれるものを持ち込むことに成功してるわけなんですね。でそういう意味で、そのセキュリティ上の問題が露呈されたんじゃないかっていうふうに言われてます。まあもちろんね、まあ、あの、限界はありますよね。で、ただ今回のこの裁判で一つ怖いのが、 あの、まあ、週に4回裁判があるんですよね。で、これから数ヶ月にわたっては週に4回必ず全く同じ場所をトランプ大統領が出入りするってことがもうこれで分かってるわけじゃないですか。で、当然抗議者とか野獣馬たちがね、周りに来てるわけなので、あの、その人を装った人物たちが、まあ、週に4回、 何ヶ月かにわたって、週に、いや、週に4回、何週間かにわたって、えっ、ー、と、その予行練習というか、ね、えー、事前に下見を繰り返して、で、途中で何か起こさないかっていうところがちょっと心配に僕もなってきたんですが、まあ、とりあえずそういうところの問題も見るべきなんじゃないかっていう指摘もあります。はい。 という、まあ、とんでもない事件が起きていたっていう裁判でなんですけれども、えっ、ー、と、一個だけちょっと付け加えて裁判の中身の話をしておくと、今現在、今週、今一周目なんですね。一周目は、売信員誰にするかっていうのが決められるんですが、一応昨日の時点で12人は決まりました。で、今日、本当にそいつらでいいのかみたいなね、そういう話し合いがされているんですが、分かってる範囲で、 言うとですね、えっ、ー、と、12人の売信員の中で、あの、検察の最重要参考人になるのがマイケルコーエンっていうね、トランプ大統領の元顧問弁護士で、大嘘つき野郎ですが、あの、大嘘つき野郎のポッドキャスト聞いてますっていう人物が売信員にいたりとか、つまりその嘘を信じ込んでるやつが間違いなくいるんですね。あとトランプ大統領をセルフィッシュ、あの、自己中心的だみたいなね、そういう風に発言した人物までも選ばれてるっていう、 どこが公平な売信員だって思うんですが、まあ、そんな人物たちが選ばれているような裁判がいよいよ来週から開幕すると、本格的にね、えー、っていうことなので、まあ、本当にアメリカはね、どこまで落ちぶれていくのかっていうところが、これから数週間にわたって繰り広げられるのかなっていうふうに思います。というトランプ大統領の裁判に関して、外でとんでもないことが起きてましたっていうお話でした。はい。 で、えっと、もう一つ、本当はね、今日こっちの話だけをする予定だったんですが、あの、不法移民問題でまたね、もうほらね、みたいなことが起きてますので、ちょっとその件取り上げていこうと思います。えっと、バイデン政権なんですが、不法入国逮捕者数、もう歴代最高数更新しまくってるんですが、一応今ね、その、小手先の手で見かけ上の数字ごまかすことしてるんですよね。それが、あの、アプリ、CBP1 っていうアプリがあるんですが、それを使って、 不法移民予備軍たちに事前に申請することによって、不法入国しないとアメリカに入ることができない人たちを受け入れるっていうめちゃくちゃ危険なことをやってるんですね。まあ、そのおかげで、あの数字は見かけ上は減っています。例えば、えっ、ー、と、2024年度、今年度の3月度の実績が公開されたんですが、えっ、ー、と、に、2年連続かなで、 減ってるように見えるんですね。2022年が一番ひどくて22万人ぐらいだったのが、昨年度は19万、今年度は18万ということで、減ってるように見えるんですが、これその、あの、不法入国しないと入れなかった奴らを、このアプリで減らしてるだけなんですね。なんで実数は2万人ぐらいプラスしない、2万3万ぐらいかな、プラスしないといけませんので、 そう考えると実際はね、えっ、ー、と過去最高数また更新してるんじゃないかっていう状況です。なのでこれガクンって減ってるように見えますが、あの、減ってるように見えるだけです。実際は違いますということなんですが、えっ、ー、と、現在のペースだと、 それでも3年連続で、えー、更新し続けているこの記録更新。ね。えー、と、バイデン政権 1, 1年目では南部国境だけで、これ全米規模じゃないですよ。南部国境だけで173万だったのが翌年237万になり、で、昨年度は247万。で、今のペースで行くと、まあ、単純計算で260万とか270万ぐらい。なんで、全米規模にすると多分400万超えるかな。っていう、えー、不法入国逮捕者数になるのかなっていうことなんですが、 このアプリによってごまかしていることによって、えっ、ー、と治安とか、あと国家安全保障に直結する重大な欠陥があるんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。まあ正直アプリだけじゃなくて通常の入国、不法入国手続きにも同じことが言えるんですが、まあどういうことかっていうのをね、今回重要になってきますから、あの、まずもう一回振り返っておきたいと思います。この CBP1 っていうね、アプリを使って不法移民をね、今バイデン政権受け入れてるんですが、 承認率95%以上なんですよ。つまり、承、えっ、ー、と、申請すればほぼ通るんですね。で、えっ、ー、と、ただ前、前回、前回ぐらいの動画かなで紹介しましたが、その、アメリカと友好関係にない国の犯罪者データベースにアメリカってアクセスできないんですよね。それとかとソマリアみたいな、もう国家として機能していない破綻国家って、犯罪者データベースなんか持ってるわけがないじゃないですか。 そういうようなとこから不法入国してきた連中たちの犯罪歴って、調べることって実はできてないんですね。一応その彼らは調べたって言いますよ。そのアメリカ国内にあるデータ、つまりアメリカ国内で犯罪歴がなければわかんないですし、あとはあの国際警察が持っているデータとか、そのあたりは一応チェックするけれども、大体がね、 アメリカに初めて不法入国しに来るし、あとはその国家、ね、国際警察に目付けられるレベルまでではなくて、まあ何かしらの強盗とか殺人やってましたレベルの奴らに留まるわけなんですよね。なので、調べたところでヒットするわけがないんですよ。 という、あの、大穴があるのが今のアメリカのこの不法移民問題なわけなんですね。で、このアプリの申請条件の中に、アメリカ国内に金銭的援助をしてくれる親族または友人がいることっていうのを証明する必要はあるんですが、 これがね、不法移民ビジネスに利用されてるんですよね。えー、ま、あの、2日3日ぐらい前の動画で詳しいことは説明してますので、よかったら見てほしいと思うんですが、えー、と、まあ、そういう、あの、犯罪にも使われているのが、今のバイデン政権がフル活用しているこの CBP1 っていうアプリなんですね。で、えー、と、不法移民ってそのアメリカに入った後に犯罪やる連中たちがいるんですよね。で、 ええー、まあ、最近だとそのギャングだってことが後に分かったとか、テロリストだったことが後に分かったみたいないろんな話出てきているんですが、このアプリによってアメリカに入国できた不法移民による犯罪っていうのも明らかになってきていまして、まあ、結局これがね、そのこのアプリを大々的にやるぜって言った時点からもうずっと言われていたことが、ほらね、見たことかみたいな感じで起きてるんですね。例えば、えー、今月の4月1日、ハイチ人の ケノル・バプティステっていうのかなこのバプティステっていう人が殺人で逮捕されてるんですね。彼昨年の7月25日にあのアプリを使ってアメリカに、えー、これから不法入国しに行く予定ですって申請してで、申請が通ったので、7月25日にニューヨーク州を経由して入国していると。まあ、飛行機で直接行ってたようですね。 で、あ、間違えた。テキサス州がテキサスに飛行機でやってきて、で、そこからニューヨークに移動したんですが、えっ、ー、と、この4月1日に、そのニューヨーク州のとあるアパートメントで2人を視察したと。1人はその場で亡くなって、もう1人は緊急手術中に亡くなったっていうことなんですが、えっ、ー、と、どうやら、この、えっ、ー、と、ケノル・バプティステっていう人を含めて10人で住むアパートメントだったらしいんですね。 で、まあ、その中のルームメイトだっていうことで、あの、被害者二人も配置人だったっていうことなので、多分全部配置人なのかなっていうふうに思います。で、一応入国方法というか、そのステータスは不明なんですが、まあ、おそらく似たような境遇なのかなっていうことですね。という、 えっと、ハイチ人がアプリを使って入国してきたところ、こういうことをやりましたよっていうのが出てきてたりとか、あとは、え3月13日なんですが、これもまたハイチ人なんですけど、こえコリーアルベ・アルベレスっていう人物が合姦やったっていうことで逮捕されてます。えこいつもえ昨年の夏にアプリを使ってアメリカに不法入国をするって事前に言って、で入国しているパターンですね。 で、えー、っと、今年の3月13日に滞在しているホテルに、15歳の障害のある少女を連れ込んで、で、合姦をしたと。で、すぐにこれ通報されて、警察にその場で捕まえられて、で、翌日には、あの、裁判所で、あの、容疑をね、あの、認めるかって聞かれたんですが、容疑を否認して、今どうするかっていう状態になってます。 という、まあ、たった2件ですけれども、当たり前ですけど、これ氷山の一角です。本当はもっとあるんですが、まあ、長くなりますから、ちょっと割愛するとしまして、ま、こういう風にですね、あの、アプリを使って安全だと思われた人が、え、思いっきりやらかしているっていうケースがあるんですね。100歩譲ってね、あの、いわゆる逃走 その不法入国するときに国境警備局員とかにも捕まらずに不法入国に成功したっていうケースだったら、まあ、逃げられてたから仕方がないっていうのが100歩譲って通るとしても、これってバイデン政権が安全安心だからこの人受け入れてあげようって判断した上でこれが起きてるわけなんですよね。で考えるとやっぱこれダメじゃんっていう話なんですが、はい。まあ、こんなことが今起きていますよと。 で、さらにですね、えっ、ー、と、つい先日4月16日なんですが、下院の国土安全保障国境外交省委員会の公聴会がありまして、そこで一つ明らかにされたのが、バイデン政権が発足した後、61万7000人の犯罪歴。 または、今現在、祖国で手配中の犯罪者を分かった上でアメリカ国内に釈放してたっていうことが明らかにされています。えもちろん、あまりにも危険なケースに関しては、ごく一部だけ拘束してるっていうことなんですが、ほとんどが釈放されて、で、えー、っと、いわゆるその発信機をつけてどこにいるかを監視するとかなんまあ、そんなもん、あの、切り取ってしまえば、あの、もう、後を得なくなりますし、 ええと、いうようなことなんですが、とりあえず分かった上で釈放してるっていうことなんですね。つい先日のジョージア州であったの看護学生がね、えー、と、えー、と、ベネズエラ出身のギャングによって殺されてしまったって事件ありましたが、あの犯人も、えっ、ー、と、あの時はギャングって分かってなかったようなんですけれども、えっ、ー、と、何でしょう、その、拘束する場所がないからみたいな感じで釈放されて、で、あの事件を起こしていたんですね。っていうような感じで、えー 犯罪歴が分かった上で釈放されている人がいるというのが今分かっているんですが、えっ、ー、と、この61万7000人という規模なんですが、日本に当てはめて言うと、鳥取県の人口が53万7000人ぐらい、で、えっ、ー、と、島根県の人口が64万9000人ぐらいですから、 まあ、鳥取県がもう丸々飲み込まれてるというか、島根県の9割ぐらいが飲み込まれてるというか、まあ、そういうような規模のとてつもない危険人物たちが、今のアメリカにバイデン政権によってばらまかれてるっていうことなんですね。まあ、ギリ譲ってね、一つの州のどこかにもうまとめてギュッて収容してるんだったら、まあ、あの、管理はできるかもしれませんが、もうどこにいんのかわかんねえみたいなやつもいるもんですから、まあ、だからたちが悪い状況になってるんですよね。 で、えっ、ー、と、さらに言うとですね、4月の14日なんですが、あの、テキサス州にね、リオグランデリバーって言って、まあ、リオグランデ川って日本語で言われますが、そこがその不法入国する際に通過する川になってるんですね。で、そこの付近で、不法移民が不法移民をナイフで襲撃しているところを、その手伝いに来ていたインディアナ州の州兵が発見して発砲するっていう事件も発生してるんですね。というようなことで、まあ、こういう犯罪歴持ってる連中とは限らないかもしれませんが、 まあ、あの、危険な話がこういうふうにね、えっ、ー、と、今、国境付近でも起きているっていう状況です。はい。で、あの、昨日ね、あの、中東情勢また緊迫化し始めてますよね。イスラエルがイランにミサイルぶっ込んだっていうことで、この不法移民問題何回も言ってますが、次元爆弾だと僕は思うんですよね。その入国した直後にドカンとはならないけれども、どこかのタイミングで一斉に爆発するかもしれません。 不法移民に紛れた工作員が間違いなくいるので、まあ、この後ね、中東情勢もう多分これ、歯止め効かなくなってずっと応酬になると思うんですが、まあ、それがね、どこかのタイミングでアメリカ国内で爆発しないということを願っております。ということで、今回の話は終わりたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。え、最後は、あの、昨日ね、お見せしましたけれども、僕がこう2、3日、え、出かけた時の準備した後ですね、もうジャガー君僕のこのバッグの周りで遊び疲れて寝ちゃってますが、え、この、デブちゃんのね、 行っちゃうのみたいな、この顔がまたちょっとね <laughs>、悲しいというか可愛いというかっていう感じですね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。